のあれを使ってそうそうそうやってるんですよ。だいぶ怒るんですよ。あ、先生今曜日をちょっと告知してほしくて、ね、教えてる時間火曜日の午後6時半から名古屋の方で教えてます。それから、土曜日の11時から朝11時から、ねやってますので、ぜひ皆さん参加してください。絶対こっちをこうしたらダメだわけ、練習では。これだけ、これだけで生かされて、下段受けでもこれで。やっぱこっちでね。ここが。だからその元の身体操作がこれができてるから、なんかどの動きしても。うん、だからこれを養うのにこのナイフアンチ相談の肩が必要だ。この足、先生足に関しては、うん、そのまあ内反地のなんかこういう足もあるったり、こういう、うん、これは歩みね。あ、歩み。使ったら。そうです。これは例えば突きとか蹴りの、はい、ベタッとこう地面を噛む練習。はい、うん、これができないと突きに行きたくない。最後撮影した時に先生が、うん、大地からしエネルギーがうわーっとくるんで、うん、そうこの感覚が、うん、これが出てくるの時間かかるよ。大地の気を感じる。まあまだやっぱこう上になってるんですね。上で上半身でついてる、結構大地のやつを感じると足裏でしっかり噛んでるようなそう意味になるんですよね、うん、で上はもうこう抜いてるんですよね。そう抜いててで、そのまま大地のあれを使ってそうやってるんですよ。だいぶ怒るってさ上がらなくなってさ、これだけもすごいよ。なんかですね、これ真面目なんだけど、エレベーターね、うち引っ越して今エレベーターなんですけど、エレベーターの中で、うん、奥さん怒るんですけど、ウィーって上がるじゃないですか。で、エレベーターでってやったら、ポンってエレベーター動くんですよ。だそれが、あ、足の力だなと思って、エレベーターいつもこうやってて、だから先生の足っていうのはこれかなと思って、で、もう、できてきてる、うん、そう、うん、そんな感じ。で、さっきパチッとやるさ、はい、最後にこうやって、どんどん。あれ、練習するもんでもないのか。練習する自然で出てくる。ただこれは練習してもいいかも。で、この地面反発する、この力は自然に出てくる。これも自然で。今やろうと思って。地面反発とか、地面の力、大地の力を感じれるようになったのは、うん、これは何年前なんですか。いやー、50ぐらいだな。50ぐらい。50前ぐらい。腰の動きをやってれば自然にそうそうそう。これやってる人見たことないから自分を。だからなぜ自分ができたというのは分からない。だからこの軸は変えられない。自分の軸はこれただ移動してる。こう前巻いてで、そうですよね。突然痛いです。この状態、これがこれ乗せたらダメよ。あ、要はこれがここに重心があったらこうなっちゃうし、そうここに重心入れるとこうなっちゃうから、これが五の正中線で、そうこっちを作るさね。これはこうなったら次が出にくいわけ。ああ、なるほど、うん、これだと次が出る。はい、左はジャブはここで、まあ、ここの辺が一番重要だな。左はこっちが、はい、こういうふうに左でそんなならんけど。左も溜めてる、溜めてる、うん、ここに溜めてる。ああ、うん、ほとんど分かんない。分からないよ。じゃ左ももし微妙だな、これは少し。
こういうこと。こういうこと。すごい。で、これをもう瞬間的にこういう感じでやる。はい、はい。この辺から。ただ一挙動で見えてるんです、うん、そうそう。動きとしては、はい、こういう動きこういう動き、これはまず骨盤がこれ以上回らんよ。あ、骨盤がもう一個入ってるんですね。もう回らん、だから前前前いっぱい巻いたのと一緒、はい、ここで止まるよ。こっち足とかもこっちでもう感じるからね。はい、こう、はい、こうで今ここに重心が結構あるんですよね、先生。今5、5ぐらいです。6、4ぐらいです。6、4ぐらいかな。6、4ぐらいで、最後ついた時にバチン。で、これに足の移動が入った場合はだから、そうなんです。あ、自然に、自然にいくよ。この時は5、5っていう感じですか。それとも、うん、5、5。あ、5、5なんだ。みんな、今日も大変でしたけど、ね、どうもありがとう。自分も参加できて嬉しいです。今後もまたよろしくお願いします。今日で練習終わります。で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、先生、いつも空手の稽古を生徒さんに教えてるじゃないですか。はい、で、今日は総合格闘家にちょっと空手を教える感じだったじゃないですか。はい、やっぱまたちょっと違います。それとも教えることは同じだよって。あのね、結局総合の場合はルールがあるから、はい、ルールの中でどこまでこう教えられるかっていうか、技的なものがあるから、はい、大変ではあるな、逆に。あ、うん、確かにそうですよね。空手は禁じ手なしというか、うん、そうそうそう。だから総合で使える技をちょっと自分で、考えながら、はい、やるっていうのはちょっと苦労はする、ね。うん、今日いたメンバーはどうでした？月とか、はい、月の基本をもうちょっとやっていかないと、はい、うん、一番それじゃないかな、パンチ、うん、蹴りはまあいいと思うけど、はい、うん、で、蹴り、まあ、もっと種類を増やして、はい、さっきも言ったけど、横蹴りとか、はい、打ち回しとか入れれば、もっとバラエティにできるんじゃない、はい、うん、あと、突きは、はい、近い前からの、はい、パンチが、まあ、これ使うようになるには、腰の動きとか、はい、ステップとか、こういうのもできないと難しいと思うんだけど、今日先生が教えてくれたこのそもそものこの突きを打つための基礎運動だったり、うんうん、体の使い方っていうのはこれ先生がこう長年かけて培ってきたものだったり過去のものを取り入れた土台になるんですか。そうそうそう。特にステップを使ったり、この歩みは自分がいろいろ他の武道とか、はい、柔術とかね、そういったものを習って完成したものだから、自分の独自のものである、はい、うん、先生が僕が先生の突きを覚えるには10年以上かかるかなって話をした時に、うん、もうできる人から習ってるからもっと早く努力してなれるって言ってたんで、うん、そうそうそう。だから今までの伝統空手だったら、まあ、はい、早くて5年ぐらいができるとは思うけど、はい、今自分がやってるものを全部やるには、はい、やっぱり10年はかかるんじゃないかなと思う。僕の YouTube に出てる、うん、アランジョ先生って見たことあります？うん、ある。遠春拳を使う、うんうん、アランジョ先生と比嘉先生をちょっともしタイミングが合えば合わしたいなと思っていて、ぜひ自分も会いたいって言われる。比嘉先生からアランジョ先生見たら、まあ、動画上ですけどどんな感じに見えますか？やっぱり武道家だよ、うん、やっぱり禁止技が多いから、はい、危険な技が、はい、それはもう十分できる人じゃないかな。
なんかやっぱしこの先生と撮影しながらでも、うん、結構こう沖縄本土の人よりも内地の人が、うん、本土の人、うん、沖縄の人じゃなくて、うん、他のところから学びに来る人も多いですし、多い、ね、結構年配の方が興味を示す人も多いじゃないですか、うんうん、だから特にこの空手ってその日本人よりも結構外国人の方の方が真剣に取り組んでるというか、人口も多いですし、分解ってあの型の分解っていうのがあるんだけど、外国人の方がよ研究してる、はい、うん、あの YouTube なんかにアップされてるの見たら、はい、あ、よくここまで考えたなっていうのが結構あるわけ。あ、そうなんですか、うん、こっちが学ぶところもあるわけ。だから日本人でそこまでやってる人はあまりいないね、うんうん、これちょっと YouTube で使うか分かんないですけど、うん、この空手の型っていうのはもともとこの東洋の、まあ、日本人というか、うん、が作った体の使い方じゃないですか、うん、西洋人の骨格とかまた東洋人とちょっと違うじゃないですか、うん、その西洋人が東洋の空手の型だったり体の使い方を覚えるっていうのは理にかなってるんですかね、それとも合わないんですかね。これはもともと東洋でできたもの、西洋人がやる。いや、できると思う。あ、いい例が、はい、あのグレーシー・ジューズ。あー、そっかそっかそっか。もともと日本の武道だけど、はい、逆に向こうの方が進んでるさ。あー、確かに。だからできないことはないと思う。やっぱこの骨格とかすでに出来上がってる西洋人が東洋の身体操作を覚えたらさらに強くなる。強くなる。じゃあそれに東洋人が戦うんであればもっと研究しないと。もっと研究しないといけない。まだ入り込む余地あるから、日本人も。だって沖縄のからでもそれだけ普及してないさ。ああ、そうですね。あまりほとんど知ってないから、はい、だということは外国の人も知らないわけだから、そこで早めに追いつくというか学んで、それを総合にでも生かしていければ今でも自分あの通用すると思うわけ。比嘉先生からこの UFC とかああいう金網の総合の試合を見たらどんな風に見えますか、うん、ね、チャンピオンクラスでも、はい、あの空手のこういう動きとか取り入れればもっと、うん、いいんじゃないかなと思うけど、ね、うん、やっぱまだ進化の余地がまだまだ、もう十分、あとで説明しようね、はい、UFC 以外にもすベラトゥーラだった。あ、はいはいはい、あれの最近チャンピオンだった人が、はい、な階級忘れたけど、はい、あとでちょっと見せるけど、はい、これができればワンラウンドでも終わってたのになと思う。結構勝ちましたけど、はい、手間取ってたわけ。もう2分ぐらいも硬直してたわけ。日本もあんなことしたらもうもったいない、うん、あとでちょっと見せるよ。あ、はい、うん、そういうことを知ってれば、はい、あのチャンピオンクラスでもまだまだなんていうのかな、研究する余地ある。この僕の YouTube に出たアランジョ先生ももともとイタリア人、イタリアの方で、うん、沖縄に空手が好きで来て、うん、こう学びながら、うん、やっぱこう沖縄空手のいろんななんかしがらみだったりいろいろあって、はいはい、最終的には自分で道場を開いたっていうところみたいなんですけど、うん、でもなんで沖縄にまたいるのか。あ、理由はなんかもう沖縄でご結婚もされて。あ、奥さんも沖縄の人、はい、で今その宜野湾の方で道場構えてるみたいなんですけど、うん、少し道場も古くなってきてるからなんか移転するか拡大するか考えてるみたいな。もうずっとこっちにいるってこと、ね、もうこっち永住するってことで、でアランジョ先生もあの先日ちょっと会った時に比嘉先生の話したら、うん、会ってみたいね、あの先生、あ、そうね、すごいねって嬉しいね、嬉しいね言ってましたね、はい、だからこう沖縄のこのやっぱ武道を次の世代につなげていくためにこういう YouTube 使いながら、うん、あとやっぱこう現代格闘家の選手にもやっぱ先生のこの技術をちょっと学んでもらう、できるも
あの日本の選手がね、特に沖縄の選手が、はい、UFC とかね、ああいった総合でさ、活躍してもらいたいなと思うけど、うん、そうですね、まだチャンピオンいないよね、一人もいない、チャンピオンね、そうですね、UFC のチャンピオンはいないですね、うん、今日もやってた総合のスパーリングと、はい、武道的なスパーリングも違うからさ、あそうですね、うん、はい、もうほとんど急所攻撃だから、はい、うん、あの本当はね、はい、だから大体もう1分以内で終わるわけ、はい、これあれだね、試合終わって怪我してなければ武道ルールで先生にスパーリング、うん、お願いしないとダメだね、うん、1回も経験しないとそうだね直接例えば目に入れるとかはできないけど、はいはい、触るぐらいポンってしたらもう、うん、入ったって分かるさ、うん、そういうルールでやれば、はい、この怖さが分かる、はい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 、あと筋的もパチンと軽く当てるぐらいにすれば、まあね、反則じゃないぐらいのこのギリギリのこれ反則だわ、はい、これ反則なんだそうですよね、はい、大丈夫です大丈夫です、はい、全然今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。